せーの、シーズニングスです。はい、ということで、ビヨンドビーウェブラジオ、今回は、私たち3人でお送りしたいと思います。イエーイ。じゃあね、今回は、今年1年を振り返っていこうということでですね、はい。まあ、いくつかトピックがね、準備していただいてるんですけれども、じゃあまず、ユニットでの FC イベントの思い出。はい。何買いますか？え、もういっか。ええ？え？なんつった？ありますか？ああ、聞いてきましたもんね。いや、私は、やっぱ、セットリストを自分たちで考えたっていうのが、なんか、なんだろうな、改めて、その私たちってどんなグループなのかなとか、なんかどういう曲が似合うかなとか、どういう印象を持ってもらってるかなっていうのを考えたのが、なんだろう、新鮮じゃないけど、なんかね、なかなか普段は、なかったことなので、ね、なんか客観視したみたいな。うん。3人でいろいろ考えたしね。ね。パフォーマンスのこう、ね。右とか左とか。バイチとかね。まあ、あとはね、最初のパフォーマンスかな。あの、工場がピアノ弾いて、二人が踊るっていうの、ボゲイクライマックスというね、曲を使って。で、結構ね、振り作るのギリギリだったね。そうなの、ちょっとね、正直な話していい？うん。コバもなんかやりたかった。あの、一緒のタイミングでってことね。そうそうそう。なんかピアノダンスで分けるとかじゃなくて、ね。そうそうそう。あの、二人はさ、すごい頑張ってたじゃん。で、コバさ、この間やったなと思いながら弾いた。そうだね、やったことある。そうそう。だから今度は、三人とも新しいものを、確かに。やりたいね。いい、今から。目標できた。うん。じゃあ、ね、また、決まってから、うん、考え始めると、また、そうね、そうね。だから、3人でできることを常に考えていきたい。そうだね。そうね。この曲やりたいな、とかね。うん、じゃあ、2022年の目標は、常に自分たちでね、できることを考えるということで、はい、行きたいと思います。はい。今年パフォーマンスした中で、印象に残っている曲。はい。これはヒグリングフグ？いや、でもさ、なんでもいい。ってうん。ないんだろうか。でも、花鳥風月あったからね。そうだね。みんなみんなにね、やれてないけど。ねえ。え、いい？あ、いいよ。うん、めっちゃ個人的な話なんだけど、うん、私、花鳥風月で、うん、その、つばきファクトリーさんの、うん、待って、ダイヤモンドしか出てこない。ガラクタダイヤモンドを、初めてね、披露させてもらった、うん、パフォーマンスさせてもらったんですけど、はい、あの曲がすっごい好きで、うん、なんかなんだろうな、花チームのみんなのバランスとか、歌割りとかがもうなんかすごくマッチしてたのと、うん、まあ、一人一人のレベルがすごい高かったっていうのもあるし、うん、あとダンスもすごいなんか、つばきさんらしくもありつつ、なんか、綺麗な感じのダンスだったから、私すっごい大好きです、その曲が。うん、だけど、セットリストがね、ビタミン B の後だったのよ。だからみんな、いやーあれふらみたいな感じでやってたのが、すごい印象的だったけど、総じてなんか一番大好きな曲だなって思いました。一番一緒に残って。私は、私も、ズクの前の花鳥風月で一緒に登ってるのが、シャッフルの、うん、愛のその歌わせてもらったのと、あと赤いイヤホン。赤いイヤホン、なんかね、感想ダンスを踊らせてもらって、なんかもう、ずっとね、踊りたいって思ってたから、うん、なんか、なんだろうな、踊ってみたとかじゃなくて、うん、もうその、もう私たちがパフォーマンスしますみたいな感じでやらせてもらったのが嬉しかったし、なんか、なんかね、風はね、めっちゃ体育会系って感じなんだ。イメージやる前に、わーみたいな感じだったのが、なんかまた、それも出てたのかなっていうので、うんうんうん、迫力、うん、あった。印象に嬉しい。印象に残ってます。歌は？私はですね、ハラプロジェクトコンサートだったら、花鳥風月の、泳げないマーメイドを、やらせていただいたんですけど、私がそのシングルがトリプル A 面を、アンジュルムさんが出された時に、一番好きだっ
だから、泳げないマーメイド で、いつかやりたい、いつかやりたいって思ってたら、思ってたよりずっと早くね。やらせてもらえて、なんか、ああいう、なんていうのかな。まあ、リオではね、なかなかやらないコンセプトだったりとか、ね、こう、ちょっとなんて言うんでしょうね。妖艶な振り付けっていうか。むちゃん似合うよね。似合う、ね。嬉しい。そう、そういうのが結構大好きで、切ない顔するのもすごい好きだから。切ない顔したがりだから。そう、楽しかったです。おー、もう一個だけ今のね、その、続花鳥風月の、むき出しで向き合っての、うん、あの、最後の、うん、あの、丸腰で挑めーってところを、ハートをいただいて、もう、気持ちよすぎて歌うのが、もう、めっちゃビブラートかけてました。めっちゃ超楽しいよね。なんかね、私もすっぴんなあなってで勝負できるし。あ、そうだよね、むちゃん、そうだよね。めちゃめちゃ楽しかったです、あれ。いや、思い出ですね。はい。ちょっとそうですね。フレフレ。フレフレ。フレフレの、ミュージックビデオ撮影での思い出。はい。あるよ。いっぱいあるね。いっぱいあるよ。なんかね。めちゃめちゃいっぱいある。まずセットが可愛い。もうびっくり。なんか衣装のフィッティングした時も、うん、え、どういう世界観になるんだろうみたいな、本当に可愛いお衣装で。で、実際に、あの、撮影現場に行ったら、もういろんなバルーンがあって、ここの住民になれるのかっていう気持ちで嬉しかった。ね、私なんかこれセットを作るのに、どれだけの、ね、時間がかかったんだろうなと思うとすごくなんか嬉しかったし、私は、あの最後に、こう、大量のバルーンが飛んでいくシーンがあったじゃない。で、私が、あの、カール爺さんのガートの家が好きだから、すごいそれを思い出して、なんか風船、いっぱいの風船で、お家ごとこう、浮かしてみたいなストーリーなんですけど、すごい好きで、それをめっちゃ思い出して、なんかワクワクしましたね。うん、なんか、MV ならば。うちはだったら多分2、3個飛んでくる。無理だよ。さすがに。さすがに無理。100個ぐらいは。もっとだよ、絶対。何言ってんだよ、100個で飛ぶ。何言ってんだよ、ダメダメだよ。いろんなさ、バルーンがあったけどさ、途中でさ、パンパン割れてっちゃったのがさ、ちょっと悲しかったのよ。そう。ね、だけどね。なんか、すごいなって、私たちのさ、うん、こう、サポートしてくださる方、うん、あの、こうやって舞台装置とか作ってくれる方が、こう、ね、いるっていうのがすごいありがたいなって、すごく感じた撮影だったな、うん。私たちも、こう、フリーとか、ダンスとか、その、歌とかで準備してたけど、うん、でももう行ったらもう、本当に完成された世界がそこにあったから、あ、もうこれを作るまでにはもう本当に時間と労力とか、気持ちとか、いろいろかけてくださってるんだなって。レモンなんかなってたもんね。そう、見た時にはもう、なってたの。入ってたの。したなんか装置でなんか、一個オレンジ落ちてきて、うん、私がキャッチするみたいな、うんうんうん。あのシーンマジで好き。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。びっくりした。ね。アコーディオンじゃん。アコーディオンね、うん、話そうかなって思ったけど、そんなにな、なんだよ。弾けなかったなって。かわいかったなって。そう、この左手引っ張るのが私苦手でさ。難しそう。そうそうそう。ピアノじゃない、あれは。また別だ。またね、難しい楽器でした。はい。ね、もう本当にこれからもずっと見ていただきたいミュージックビデオなので、皆さんもこの動画を見たすぐ後にぜひ見てください。はい、じゃあ次。はい。このユニット曲の中で好きなところ。はい。ユニタネームと、私と踊りなさい。やります？いやー、ありすぎやろ。なんか思い出が。思い出がね、あるよね、なんかね。ねえ、好きなとこかー。うちら2曲だもんな。いや、そんな感じも細かいところ。そうだそうだ。あー、あるのなー。ね、ウィニーダネームだと、うん、最初の、その映画を見られたら、のところが、すごくプリンスっぽくね、うん、歌って、っていうのでね、なんかすごく、レコーディングも楽しかったし、で、完成形聞いたら、3人の歌声がもうすごい色濃く、うん、でもちゃんとなんか、こう、融合された一つの作品として、こう、なんかなってたから、それが嬉しかったなって思います。はい。ねえ。ねえ。そうだなぁ。そうですね。私は、私と踊りの際の、うん、何サウンドなんていうの、うん、雰囲気というか、なんか、
インストだけを聞くのが好きなくらい、インストめちゃめちゃ好きで、もちろん自分たちの声が入ったバージョンも、なんかさらにこう、なんて言うんだろうな、こうワクワクさせるというか、感じがして、すごい好きで、私が、ハロウィンが好きだから、ハロウィンっぽくて、めっちゃ。そうね、わかる。ハロウィンのなんか、ショーとかパレードとか、そういう感じの音に似てて。うん、めっちゃ似合うよね。それしか言わなかった。何なんか、そう、すごい好きですね。そう、でもちょっと、なんか、キーが結構低めじゃない、うん、そうね、うん。そう、低いところから高いところまで、しっかり使っていく曲なので。うん、もういつもサビさ、うーちゃんに任せちゃうもん。逆に私はもう低いところがもう難しすぎて。任せとけ。そう、もう、お任せしつつ大変だった。ソロパートが結構低くて、苦戦してるので、うん、来年はもっと成長した姿を見せたいです。良きです。はい。いやいや、何だよ、考えとけよ。いや考えてるけどさ、曲に曲しかないじゃん。絞らなきゃ。私も好きなんだけど、まあ、どっちもピアノ弾いてるじゃない。そうだね。そうだよ。どっちが好きかって言われると、うん、ミリナネームの方が弾きやすい。あ、弾きやすい。弾きやすい。けどね。なんだろうな、でも。難しそうだもんな。なんかこう、まあ、ミリナネームみたいに、みんなでこう、笑いながら、弾けるの、ピアノ弾けるのがすごい楽しいなっていつもやってて思うかな。うん、まあ私とドリアさんはさ、普通にこう、普通にっていうか普通の曲、パフォーマンス的なね、皆さんに見せるっていう意味でパフォーマンスしてるけど、うん、ミリナネームは、なんか、うん、あ、私たち、そうシーズニングスなんだっていう気持ちになれる毎回。うん、だからすごく好き。へぇ、なんか、なんだろう、ユニット曲、うん、?3 人の曲ができますってやった時も、うん、って感じだったけど、もういろんなことがね、3人で何かするっていうのがすごく嬉しいし、なんかやっぱり、加入した当初は、何 ?3 人でさ、パフォーマンスするってさ、うん、心もとないかったじゃん。確かにそうだね。歌えるの一曲。本当に本当に。ブラボーとかやったよね。そう、申し訳ない気持ち。そう。ごめんね。ごめんね。頑張ります。頑張りますからってなって。でもそれが、こうね、曲を1曲、2曲ともらって、ね、こうユニット名ももらってっていうのにすごい、なんだろうな、この3年間で、こう成長をね、感じたので、まだまだね、私たち、まあ、ビヨンズの中では大人組ですけれども、これからも一生懸命頑張って成長していきたいと思います。はい、ということでね、はい、今年の振り返りということで、お送りあー、簡単いいよ、はい、お送りしてきましたということでね、これからもね、よろしくお願いいたしまする。はい、ということで、以上、シーズニングスでした。バイバーイ。